これ。皆さん、こんにちは。怪獣チャンネルのライゴとスミレです。はい、今日は楽しいケーキ屋さんを作りたいと思います。はい。じゃあ皆さん、手を洗ってきてください。はい。じゃあ早速開けて作ってみましょう。はい。どんなのが入ってるかな。じゃあどうぞ開けてください。はい。出てきてね。お。これ。これ。じゃあ袋から開けてください。はい。じゃあ作り方を見てみましょう。1、ウエハースを切ろう。ウエハースの表を上にして線に沿ってスプーンを押し当ててウエハースを好きな大きさに切ります。はい、好きな大きさ、うん、好きな大きさでいいんだって。でもあった切ってください。ブスッと好きな大きさでいいです。ブスッといろんな形にしていいよ。いろんな形、うん、三角だったり四角だったり。また飛んでた、また飛んでた、やばいやばい。2、クリームを作ろう。トレーから三角カップをハサミで切り取ります。あ、これ、あ、これそうです。2つの穴にバニラクリームの素、いちごクリームの素を入れます。それぞれに三角カップ1杯の水を入れスプーンでクリームになるまでよくかき混ぜます。はい。じゃあまずはママがお手本を見せるよ。まずこのお水を入れます。はい。次はこのいちご味をこっちにそう入れます。このスプーンを使って混ぜます。はい。じゃあ続きは皆さんやってください。はい。これで1杯。そう、1杯。次はスプーンでかき混ぜてね。できた。そして混ぜるの。そう。さあ混ぜてください、スプーンで。水。じゃあ次は青い方を入れてください。はい。お水と入れてください。一緒に、うん、一緒に一緒に、こっちね、こっち入れてください。ママ開けて。はい、はい、じゃあどうぞ。あれ開けれない。はい。オッケー。じゃあ、はい、次ですね。まだ混ぜて。いいよ、混ぜ混ぜしてください。袋の真ん中にある線が正面になるように乗せます。あった、あった。絞り袋の上を折り返し線まで裏返します。そう、真ん中の線より右側にバニラクリーム、ママあった、さや左側にいちごクリームを詰めます。こんな感じよ。ちょっと折り返すんだって。ちょっとだけこうやって次はね、詰めるんだけどね、できるかな？できます。じゃあ、右って書いてあるこの青い方に白いバニラクリームを入れてください。はい。できるかな？できます。じゃあママが見本見せようか。こんな感じに集めて、これをこの右側にね入れるんだ。そこなんかさっきかかっちゃった、ね、次はこのピンク、ピンクを集めて、うん、今度はこの白い方の左っていう方にバニラを汚いイチゴを入れる。難しいね、ちょっとね。これ詰め込んだ。
まだよ、まだよ、もうちょっと待って。怖っ。うまっ、うまっ。うまっ、うまっ。絞り袋を元に戻します。絞り袋の上をねじり、切り取り線から下をハサミで切り取ります。この切り取り線から下を切ります。はい。3、組み合わせて作ろう。ここまで来たらご自由に作ってください。はい、はい、どうぞ。ちょっと増えるよ。じゃあやります。でもやってるかな。いいよ。じゃあまずはすみれシェフの作品を見てみましょう。はい。じゃあ次はふうがシェフの作品を見てみましょう。はい。じゃあ次は最後ラスト、ライガシェフの作品を見てみましょう。はい。皆さん上手にできましたね。うん。じゃあどうぞ食べてください。はい、いただきます。いただきます。はい、いただきます。よかったね。うまい。うまい。おいしい。うん、なんかおいしい。おいしい。うん、よかったね。いただきます。うん、うまい。おいしい。うん、いいよ、いいよ。うん、バイバイ。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 はい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 。作ろうね。うん、じゃあなのよね。ね。うち絞るところが好きだった。はい、ママ。食べるところがね、あのね、美味しかった。美味しかったね。うん、じゃあ誰が上手にできたかコメントしてね。うん、楽しいケーキ屋さんを作ってみた。た、はい。でした。はい。はい。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。行くよ。じゃんけんぽい。ぽい。Okay.